97式魚雷は技術研究本部が開発した単魚雷。開発時名称は GRX4。海上自衛隊のみが装備している。製造は三菱重工業。マーク46と97式魚雷の比較。97式魚雷の構造1973年度から1984年度にかけて、 防衛庁技術研究本部第5研究所では次世代の対戦単魚雷として GRX3 の試作を行っていた。しかし1981年度よりアメリカ製マーク4 6のライセンス生産が開始されたことに伴い GRX3 そのものの装備化は見送られた。その後、冷戦末期においてソ連の原子力潜水艦は アルファ型などでは深々土性能や速力が向上したため、それらに対応する十分な深々土性能、速力を持つ新魚雷の必要性が認識され、GRX3 の成果を発展させた GRX4 として開発されたのが本魚雷である。指揮官としては、アメリカ海軍のマーク50と同様、リチウムと6復火用の反応熱を利用した。 イサイクル蒸気タービン機関を採用した。このシステムは、熱発性に伴う排気が不要であり、深海性能の向上に適している。推進機としては、日本の魚雷としては初めて一軸のポンプジェット式が採用された。また、潜水艦の複角式尖閣に対応するため、やはり日本の魚雷としては初めて、成型作薬弾頭を採用している。 ソナーも交代域化されているほか、音響信号はデジタル処理され、目標識別システムはプログラマブルとなっている。プログラミング言語としては ADA が採用された。1985年度より研究施策に着手。1989年度より本格開発に移行した。1994年度にはイソシオを 実感標的として実爆性能を確認する技術試験を行うなど1996年度まで実用試験を行い1997年10月に正式化されたヒューガガ対抗の護衛艦の68式三連装単魚雷発射艦ホスマイナス303-07式垂直発射魚雷投射ロケットに搭載されるほか、 SH-60 軽障害ヘリコプターと攻撃式装置を回収した一部の P-3C 障害機にも搭載される。なお、本型の技術をもとに誘導部を中心に機材を更新し、遠海・旋回機での交戦能力を強化した12式魚雷が開発され、2012年に部隊使用承認を受けている。 12式と97式との部品共用度は約38%であり、廃棄処分される97式の一部部品再利用も検討されている。ありがとうございます。